おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2728です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後もね言ったと思いますけど、今回ですね、かなり久しぶりのね紹介になるんじゃないかなっていうね、そちらのシリーズやっていきたいと思います。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、ポリニアンの FC19 ですね。こちらのリリーですね、これを紹介していきたいと思います。ポリニアンシリーズはね、過去に何回もねやっているんですけど、かなり久しぶりですね。中間で色違いのやつがね何体かね発売されたような感じでしたけど、それはねちょっと手出しておりませんので、かなり久しぶりのね紹介という感じになっております。はい、でパッケージがこんな感じですよと。でまあ横がこういう感じで、後ろがこうと。でスカートパーツ外すことができるとか、まあ一応こんな感じのポーズ一覧とかね、セット内容がこんな感じですよと。で横がさらにこうなってて、上と下となっております。でここですね、過去に紹介したラインナップの中でもこれがね以前紹介したやつで、それ以外こう2つですね、これは色違いみたいな感じのものとなっておりますが、それ以来っていう感じかなと思っておりますよと。はい、でこちらですね、まあいつものパターンではありますけど、これパカッと開くことによってね、こんな感じで何が入ってるかっていうのが分かるようになっておりますと。でリリーの説明がねここに載っておりまして、各名称というかね、手持ち物だったりなんだりっていうね、こういう部分の細かい名称とかもちゃんと載っているという形になっております。はい、ということで早速ですね、上こちらから開けていきたいと思います。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。リリー本体と交換用の手首パーツのリボンですね。で表情パーツがあります。後ろですね、2段式になっておりますので、こちらのところにいつもの台座ですね、それと手持ち物だったりとか尻尾だったりとかね、こんな感じのパーツがありますよと。はい、でこちらですね、共通にはなっておりますけど、説明書はね一応こんな感じでねあるんですが、これはねちょっと後で見ていきたいと思いますんで、早速ですねこちらパーツ一式ざっとね用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。いつものベースですね。で公開の手首パーツ、表情パーツ、リボンですね。で多分この辺がスカート周りとかですね。で尻尾もありますよと。でこちらのところで手持ち物とリリー本体用意してあります。で多分これ尻尾でいいと思いますね。後ろ髪ではないと思いますけどね、まあこの辺はね後で見ていきましょう。で説明書がドーンとこういう風にありまして、ただこれですね、説明書といっても説明書風な感じかなと思っておりますよと。一応こちらですね、書いてある通りなんですけど、取扱い上の注意という風になっておりまして、パーツの分解とかね、ジョイントが緩い場合、きつくする、緩くするとかね、こんな感じで関節関係のことが書いてありますよと。で、いろいろですね、ひびがどうのこうのとかね、製造上の工程でうんぬんかんぬんとか載ってるものとなっておりますよと。で、それの英語表記が裏というふうになっておりますので、こちらの武器の組み付けとか、この、ね、スカートだったりとかね、表情パーツの交換方法というのはあちらの説明書には載っておりませんので、実際は手探りで触るだけと。あとは公式サイトですね、そちらの方に載ってるはずなんでね、それを参考にする必要性がありますというふうになっておりますので、とりあえずですね、こちらのパーツをつける前に本体ですね、リリー本体から触っていきたいと思いますので、さっとねパーツを避けてしまいまして、よっこらしょいと。はい、こちら見ていきましょう。久しぶりのポリニアンですね。はい、で正面がこちらですよ、横ですよ、後ろですよ、反対側ですよ、上ですよと、こんな感じになっております。で多分腕だったり腰回りとかですね、こちらに関しましては以前紹介しましたね、一応コラボ作品というかね、そんな感じのレイムのやつのね多分流用品だと思いますね。はい、まあ、一応こんな感じになっておりますよという風になっておりますので、早速可動範囲見ていきましょう。とりあえず頭部に関しましては左右に動かすことができます。上がこんな感じで、下がこうですよと。で前髪っていうかね、ここの部分が一応柔らかい素材なんですけどね、ちょっと薄いんですよね。なのでここを引っ掛けてね、ポキッといく可能性がありますんで、こう引っ掛かった状態でね、グイッと動かすとちぎれちゃう可能性がありますよね。一応十分注意しながら動かす必要性があります。でこちら耳ですね、ここの部分は軸接続になっておりますんでね、こういうの若干の角度調整ですね、ちょっと後ろ方向にしたりとかね、前方に向けたりとかすることができると。で多分左右で組み替えることもできると思いますけどね、変な角度になりますんで、まあ元の形の方がいいと思います。はい、一応こんな感じで、首元のパーツですね、ここのパーツはね独立化されておりますんでね、干渉源になるようだったら外せばね、もっと上に動かすことができたりとか、首元をねスッキリさせることができると。でここのパーツですね、この状態でパチッとねはまるっていうよりもちょっとぐらつくんですね。これがですね、私のやつ梱包時逆向いてたんですね。
だからこの辺がちょっと気にはなりましたけどね。まあ一応こんな感じになっておりますよと。で、ジョイントはね、いつもと同じパターンなんですけどね。こんな感じで上下の稼働できる通常タイプですね。ここがね、根元ボールとかだともっとね、グリグリ動かすことができるんですけどね。まあここの部分はまあいつものパターンですね。となっておりましたと。で、腕に関しましては見ての通りですね。ここのところにジョイントがありますので、ここでのスイングとか跳ね上げですね。で、今回ちょっとジョイントがね、硬いんですよね、ここ。これがね、硬いので、無理やりやるとね、破損する危険性がありますんでね、事前の調整をしておいた方がいいと思います。で、反対も同様ですね。で、股関節周り、膝関節、すべて共通なんですけどね、あまりにも硬いからといって強引にグッと動かすと根元からね、ボッキリ折れますんでね、そこだけ十分注意ですね。で、あと、これも共通ではありますけど、軸がですね、まっすぐ刺さってるっていうよりもちょっと斜めに刺さってるんですね。なので、ここの部分の可動も十分注意しながら動かす必要性がありますよと。はい。で、ここの関節ですね、ちょっと硬いですね。もうちょっとね、動かしやすかったらよかったなって感じがしますけど、一応こんな感じですね。まあ、ここの部分は後々調整しておきたいと思います。で、肘はこういう風に曲げることができて、ここでのスイングが効きますね。ここのちっちゃい関節、首もね、同様なんですけどね、ここの関節に関しては若干緩めなんでね、これは扱いやすいんですけどね、この中サイズくらい、これがね、ちょっと厳しいですね。で、あと手首パーツここにはまっておりますけどね、ここの部分でグリグリ動かすことも可能と。ここもですね、ジョイント式ですね。一応こんな感じになっておりますが、ちょっと狭いですね。まあこれは袖の影響というかね、この形の関係でしょうがないですね。で、ここのパネルは外れます。これが外れないと別パーツをね、組み付けることができませんので、まあ一応ここですね、外れることを確認しておきましょう。ただ、ここの部分に関しましては、以前のですね、まあ先ほども言ったことではありますけど、レイムですね。あちらを触ったことがある方だと、なんとなくね、構造は理解できると思いますが、一応こんな感じ。で、多分このね、内側も外れますね。まあ一応こんな感じになっておりましたと。で、ボディに関しましては腰のスイングと前後ですね。ここのジョイントに関しましては、まあ見ての通りなんですけどね、ちょっと隠れちゃってるんですね。特に今回胸が大きい感じだね。正面から見た時には見えませんけどね。後ろから見るとなんとなくね、ジョイントの向きがわかりますので、これですね、確認しないで動かすとね、ジョイント折れますんでね。ここの部分のジョイントの向きですね。これを把握しながらじゃないと破損しますね。で、ここですね。今ね、ちょっと調整しましたけどね。この状態にすることによって、前後ですね、の可動です。で、ジョイントの向きを調整すると左右という風になっております。ただですね、今やった感じ、前がね、これ限界ですね。どうしても胸がね、大きい関係で、これが限界ですけどね。反らせるのは大きくね、反らせることができますね。こんな感じで反らせることができるという風になっております。はい。で、こちらのね、スカートパーツの前面はね、軸接続なんでちょっと外れやすいですけどね、外すこともできるという感じになっております。足に関しましては股関節部分ですね、ちょっと外しますが、ここでのスイングもできますしね、こういう風に動かすことによって前とか後ろも可能と。ただ今回ね、こちらの大きいやつ、中くらいのやつ、全部ね、硬いですね。ここですね、ほんと調整しておかないと、破損すると交換できないんでね、そこの部分十分注意ですね。はい。で、あと膝も曲げることができます。足首のジョイントですね。このスイングと曲げ伸ばしも一応できるという感じになっておりますよと。はい。一応こんな感じになっております。まあ造形はね、相変わらずいいんですけどね。ちょっと今回、中サイズと大サイズのね、ジョイントがちょっと固めなんでね。そこの部分の調整は必要になりますからね。まあ全体的によろしいんじゃないでしょうかと。はい。で、こちらですね。付属の台座を使う場合は、足の裏にある穴ですね。そこに対して直接ね、こちらを刺すだけですよと。ただこれですね、あまりよろしくないんですよね。個人的には。というのも、こういう風に立たせた場合、一応ね、安定はするんですけど、膝関節とか股関節とかね、この関節系が弱ってくると、知らないうちにここからパターンといくんですね。それをね、回避するためには、専用ベースとかを使ってね、ここのところにアームを使ってね、立たせた方がいいと思いますんでね、別途台座はね、用意した方がいいと思いますけど、一応こんな感じでね、しっかりと立たせること自体は可能となっております。ではですね、後ろの部分に取り付けるためのスカートとかね、その辺をつけていきたいと思います。とりあえずスカートパーツとかに関しましては、まあ、こちらですね。このパーツと、あとは尻尾ですね。さらにこちらのパーツとか、いうふうにありますが、このちっちゃいリボンもありますけど、このパーツですね。すべてを組み合わせることによってスカートが完成するんではなく、それぞれ組み合わせる方法っていうかね、組み合わせ方がありますよと。一応、スタンダードの組み方をやった後に、それぞれやっていきたいと思いますが、まずですね、一番スタンダードなね、こちらのパターン、これでいきたいと思います。で、まずこれを組み付ける場合、まあちょっと外しますけどね。こちらの部分のね、まあ外さなくてもできますけど、説明しやすくね、するために外しますが、このパーツ、
これはですね、今ちょっと間違えましたけど、これとこれを組み合わせる方法もありますというふうになっておりますが、とりあえずスタンダードはこちらの一番大きいやつでしたね。こちらの大きいやつのこの軸ですね、こちらをここの部分にズボッと刺しますよと。ただこれですね、いつものことなんですけど、こちらですね、軟質素材で、こっちもねちょっとした素材でね刺さなきゃいけないので、下手するとねじ切れちゃうんですね。なのでここの部分は事前の調整した方がいいと思いますが、とりあえずここに対してね直接刺しますよと。いや、これ中間挟んでいいですね。中間にこいつ挟んでいいですね。ここの部分が説明書載ってないんでね、てか説明書ないんでちょっと分かりづらいんですけど、このパーツ2つは重ねて OK ですね。重ねた状態でここに刺しますよと。でここのジョイントに対して尻尾を取り付けると。ただこれ元々ついてるんでね、この尻尾は外してしまいまして、まあこっちに移植するっていう感じかな。はい、一応こんな感じでつけてあげると、このねスカートパーツというかね、このパーツと尻尾がねくっついたこのスタイルにすることができると。で上半身をね組み付けてあげると、まあ一応こんな感じでね組み付けることができましたと。まあ正面から見るとねそんなに違いはないですけどね、後ろの部分がねお尻丸見えみたいな感じだった部分がちゃんとね覆われるんで見た目も良くなったと。一応キツネなのかなみたいな感じですけどね、この尻尾があることによってまたいい感じですね。でここの尻尾に関しましてはジョイント接続になっておりますんで、左右の振りとかね上下の可動、一応ここのひねりも効きますけど、ここの差し込みですね、先ほども言ったことではありますけどね、こいつ本体が軟質素材なんでね、下手に刺すとねじ切れちゃいますんでね、ここの開口とかねいろいろ調整しなきゃいけないんでね、そこがちょっと問題はあるんですが、まあ一応ここのひねりも効くような感じになってますね。はい、一応スタンダードがこちらです。で次にこちらの大きいねこのパーツなしの状態で尻尾をつける方法をやっていきたいと思いますが、まあ簡単ですね。この大型パーツからこの一番小さいやつを外してあげまして、尻尾を独立化させると。でこちらにねジョイント戻してあげて、あとはここのところにね差し込んで、こちらのジョイントを直接ね刺しますよと。はい、ただこれだけ。ただここもですね穴がまだ小さいんでね、ちょっとやりづらいと思いますが、一応こんな感じでねつけることもできますよと。はい、こっちのね大型のやつではなく、ちょっとシンプルっていうかね、こんな感じでちっちゃいやつにすることも可能というふうになっております。そしてフロントですね。フロントに関しましてもこちらのパーツですね、この大きいやつではなく、これ外してねこの小さいリボンにすることもできるっていうね、リボンっていうかねこのパーツにすることができますので、足回りをね大きく動かしたりとかする場合はこっちではなくね、こっちにした方が干渉源減りますけどね。まあ一応こんな感じでスカートパーツなしですね。なのでこちらの後ろのパーツも外してしまえばね、腰回り一気にスッキリさせることができるというシステムにはなっておりましたと。まあ一番ね見た目を重視するんであれば、一番最初につけていたこいつくっつけて、後ろに関しましてはこいつですねをつけておいた方がいいのかなと思いますんで、さっさとねちょっとつけてしまいたいと思います。はい、取り付けることができました。もともと付属しているジョイントですね、こちらをギュッとね差し込んで穴を広げてあげれば、ある程度刺しやすくなると思いますんでね、その形で入れればいいのかなと。それでも厳しい場合はシリコンスプレーを流し込むとか、あとはピンバイスで穴を広げるとかね、そういう加工をした方がいいと思いますが、こんな感じでつけることができましたということで、先に表情パーツ行ってみようかなと思います。表情パーツは全部で2種類ですね、こちらとこちらというふうにありますと。交換方法はねいつもの形ですね。前髪パーツ外しますが、ちょっと頭部抜きますね。前髪パーツをここから外すと。で、最初のうちちょっと硬い可能性がありますんでね、一応十分注意しながらこの辺破損しないように抜きますと。で、表情パーツを取りまして、とりあえず選択した表情パーツ、これにしようかなと。で、これをギュッと入れると。で、見ていただくとわかると思います。こちらですね。ブロックがありません。というのも元々のやつにね、くっついてきておりますね。なので、こういう部分、もし外れてしまった場合は移植する必要性があったりとかしますが、ここのブロックね、本来抜ける必要性がなさそうなんで、ここね、気になる方は接着した方がいいと思います。はい。で、表情パーツ移植して、こんな感じで組み付けてあげれば、表情パーツの交換ができると。で、あとは、まあ、頭部パーツね、外す必要性はありませんけどね。外した方が楽なんで、こんな感じにしましたけど、はい。これで表情パーツの交換が完了という形になりますと。ではですね、付属の武器というかね、手持ち物いきたいと思いますが、とりあえずこういうパーツですね。で、あとこの辺にね、ありますが、これ組み合わせることができるというふうになっております。はい。で、保持させるときには手首パーツですね、一応2種類ありまして、手首ジョイントが一体化されているこちらの手首パーツ、こちらを使うか通常のこちらの手首パーツ、もともとついてるねジョイントを移植する方式のパターンですね、この2つがありますよと。
で、今回こちらね、結構長物プラス、この上にね、いろいろ組み付ける関係で、結構重たくなりますんでね、しっかりと構えるんだったらこっちの方がいいのかなと。で、組み付けるときね、この辺のね、中間ジョイント抜くことができませんのでね、この状態でグイグイっと刺す必要性がありますよと。ただこの時ですね、こちらの金塗装だったり、これ自体も多分ね、塗装されてると思いますんでね、ここの部分の色移りですね、する可能性がありますんで、十分注意しながらここにスポット入れると。それ以外にこちらでもいいんですかね。こっちの方がまだね、広がっているんで調整はしやすいと思いますが、うん、この辺もですね、後々劣化してくるとね、開く可能性がありますんで、十分注意は必要ですけど、こんな感じでね、保持させることができると。で、あとはこいつに対して、この辺を組み付けると。で、それ以外にですね、一応こちらですね、こんな感じのね、ガンブレードみたいな感じのものがあったりとかね、こういうようなものを組み合わせることができるというふうになっておりますが、これもそうですね、これは多分普通に剣と、そんな感じで使うことができると思いますので、まあこれをね、直接スポット差し込んであげて、こういうふうに構えることもできますし、同じ方式でね、こいつ自体をズボッとね、ここに差し込んであげて、こういうふうに使うこともできると。で、一応こちらですね、ここに軸があったりとかしますんでね、この軸パーツをうまく利用してね、背面にね、ズボッと差し込んでマウントすることも可能という形になっております。で、あとはこいつに組み付けると。組み付け方に関しましては、一応こちらのね、二つの軸がありますので、ここのところにね、こいつがつきますけど、これちょっと最後にしますと。で、上に穴がありますので、ここに対してこいつがね、ここにスポッと入るよと。ここはね、そこまで硬くないですね。ここがね、硬い場合ね、ここの部分結構薄いんでね、パキッとね、亀裂が入る可能性がありましたけどね、ここの部分は特に問題なく入りましたね。はい。一応こんな感じ入れて、さらにここにね、クリアパーツのね、突起がありますんで、ここに対してこちら側の溝をね、ズボッと刺すと。で、さらにこっち側にもね、溝がありますんで、こっちの突起とくぼみ、その逆パターンを使って刺しますよと。こんな感じで組み付けることができるというふうになっております。で、こちらはね、こちらで単体でね、2つ組み合わせたこの状態でのね、武器としても使うことができるんじゃないかなっていうね、そういうアイテムになっておりますよと。この辺の保持とかに関しましては、まあ、全体的にね、言えることですけど、説明書はね、ありませんので、パッケージの裏のね、写真だったりとかね、あとは公式サイトとかね、その辺を見る必要性がありますけど、一応組み付けるとこの形ですね。で、あとここに対してこちらのひらひらですね。これを入れると。これ自体は多分同じものかなと思いますが、開き方が違ったりとかするかな。なので、組み付け方によってね、ちょっと変わると思いますが、ここの部分にね、ズボッと刺しましょう。で、刺すときに硬いからといってね、無理やりやってしまうとね、ちぎれたりとかする可能性がありますんで、十分注意しながらね、ここの部分に刺しましょう。はい、なんとか組み付けました。で、こちらですね、今組み付けたこのパーツ2つ。これに関しましては、軸接続なんでね、ここで角度調整一応効くんですけど、ここの部分とかね、先っちょの部分持って動かすと、下手するとここからちぎれちゃう可能性がありますんでね、組み付ける段階である程度の角度を決めておいた方がいいのかなと。あとはね、穴広げておいた方がいいかもしれないですね。はい、一応こんな感じです。で、あとこいつをね、取り付けるときには手首パーツをここからポンと取ってあげて、こちらのジョイントのところにただ刺すだけですよと。で、これだとね、まあ先ほども言った通り、上の部分がね、どうしてもやっぱり重たくなりますんでね、保持力というかね、全体的にもしかしたらぐにゃっとちょっと行きましたね。ここの部分がガクッといったりとかね、広がったりする可能性がありますんで、まあ長期間ね、保持させるんであれば、こちらの手首パーツっていうよりも、ジョイントがね、造形されたね、こちらの筒状のタイプ、これにした方がいいと思いますけどね。一応こんな感じで保持させることができると。で、持ち手部分が長いので、両手持ちも可能というふうになっておりますよと。で、床に置いてあります、こちらですね。これに関しましては、まあ先ほどっていうかね、最初の方に外しましたが、このリングパーツですね。これを外すことによって軸が出ますんでね。あと、ここに対してただ刺すだけっていうね、こういう感じのアイテムとなっております。これ自体は正面でね、構えることができる L 字のね、ジョイントとかがあれば、これを手に持つこともね、できたんですけどね。そういうようなアイテムは特にありませんが、一応こんな感じでね、フル装備させることができるというふうになっております。はい。うん。いいですね。久しぶりの新作という感じですね。ただまあ、以前紹介しましたね。レイム。あちらのね、流用パーツが結構多く使われておりますけど、新規パーツだったりとかね、その辺が多く採用されていたりとかね、スカートパーツの組み替えによってね、今のこの形以外のね、スタイルにすることができるとか、そもそもスカートパーツっていうかね、この辺のパーツを外した状態でもできますし、武器っていうかね、手持ち物に関しましても、このスタイル以外ね、上の部分、組み合わせた状態、バラバラのね、一個ずつにすることができるとかね、そういうような組み替えギミック、楽しむことができるんでね、これはなかなか面白いアイテムだと思いますね。はい。
今のところね、ポリニアンシリーズって、まあ最初にね、生産されたやつ以降って結構入手が大変だと思いますんでね。もしこちらね、気になった方は一応ね、チェックしていただきたいと思います。ただまあ、こちら共通事項ではありますけど、付属の説明書っていうのがありませんので、パッケージの裏だったり、公式サイト、そういうのをね、ちょっと参考にする必要性があったりとか、今回特にですね、ジョイント関係が硬い部分がありましたんでね、そこの部分の調整が必要にはなりますけど、まあ全体的に良いアイテムでしたね。はい。一応今後もですね、ポリニアシリーズね、まだ新しいのっていうか、まあ色替えシリーズっていうかね、が続きますんでね、また新しいやつ入手したら紹介していきたいと思います。はい。ということで今回ですね、ポリニアンのリリーですね、こちらの方を紹介していきました。はい。ということで次回ですね、次回はですね、以前紹介したことがある完成品というかね、そちらと同じものっていうか同じキャラクターというかね、なんですけど、それがですね、プラモデル化されたもの、そちらをですね、次回からちょっとやっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。